別名ひょうたんかずらとも呼ばれるハネフクベはインドネシアやマレーシアが原産のツル性植物で、海洋博公園内にある熱帯ドリームセンターで去年国内で初めてとなる実がなりました。去年に続き今年も人工授粉を試みたところ、6月下旬頃からこれまでに合わせて5つの実が実ったということです。より遠くへと種を飛ばすためにハネフクベの種は世界最大とも言われる翼を持っていて、幅13センチから15センチのブーメランのような翼がグライダーのモデルになったとされています。とても植物の知恵を感じられる植物なので、ぜひ小さなお子様から大人の方まで見ていただきたいなと思います。海洋博公園熱帯ドリームセンターは今月28日の無料入館日に合わせてハネフクベの種が舞うデモンストレーションを実施することにしています。